こんにちは、今回はスタマイのイベントガチャをやっていきたいと思います。でこの間の新年のスタマイパーティーの時終わってから貯めてて907貯まったんで、まあそうですね、40連までは多分できるんですけど、できればまあ30連までに抑えて2月の14日バレンタインデーの日が羽鳥の誕生日なので、まあ羽鳥の誕生日の時にはクリスタルがいっぱいあるようにしときたいのでねっていう感じなんですけど、一応今回の狙いとしてはヨウさんですね。もうマジこのヨウさんが超かっこいいんですよね。しかも絆ストーリーの1年のしつけは元旦からとかやばくないっすか、マジでこれはもうっていう感じなんで、まあ本当だったらピックアップの時にヨウさんのピックアップの時に弾いた方がいいんでしょうけど、なんとなくちょっと我慢できないんで、まあ通常の状態で、まあ最高30連どうかな、40連、まあ最高30連でやっていきたいと思います。じゃあ早速お願いします。はい、邪念がないように弾かないといけないからな。ダメそう、ダメだ、カグラ、カグラ、カグラ、すごい、カグラ、カグラいっぱい。お、青山も来た。すごいカグラ。いい度胸だ。はーい、朝日さんね。ゆっくりしよ。はるくん。はい。うわ、マジ。カグラがめちゃめちゃ出る謎が1、2、3。4枚。カグラがめちゃめちゃ4枚も出ましたね。まあ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 。もこもこのコートを着て、あとは一輝さんね。うん、こういう服の着方があるのかな、セーターの上に和服っていう。まあちょっと今回は渋い結果で20連目回していきたいと思います。やばい気がする、やばい気、あ、大丈夫だった、よかった、セーフ。3個来た、3個来たのに、はい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 。どうしたの、見とれちゃった。やったー、やったー、来たー、最高、かっこいい、すっごい、やばい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 。しかも羽織にお花の模様に入ってたんだ。うわーすごい、最高すぎ。やった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 、やばい、やばすぎる、マジか。まあ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 、ヨウさん以外はね、まああれだったけど、かっこいい、めちゃめちゃかっこいい、すっごいかっこいい、マジでやばい。まあツイッターとかではね、これはね事後なんじゃないかみたいな
感じでツイッターとかで言われたりしてますけど、いやもう本当にかっこいい、やばい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 、最高っすね。しかも20連で出たんで、もう本当にこれ以上ないぐらい良かったですね。ということで、まあ予定の回数より少なくなったんですけど、これで今回は終わりたいと思います。あ、ついでにあれなんですよね、今回のイベントは誰に聞いたの、イベントあれなんですよね、ポイント報酬が檜山さんで、頑張って読み込め、これ檜山さんね、檜山さんでカード収集が100枚がマキ君なんすよね。おいおい、あれ大きくなんないっけ、獲得してからじゃないと大きくなんないのか、もうかっこよすぎてね、やばいマジで。まあ、100枚できるだけ集めたいなっていう感じですね。まあ以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。